最近また動画とブログの更新が不安定になってますけど、そのあたりってどうなってるんですマスターさん。これに関しては裏で30ミッツミッション公式専用の機体と合図のカスタムをメインとして、その他のカスタムをするための技術を集めるために他のユーザーさんの作品を見て勉強したりといろいろやってるんですが、最近ちょっと体調が良くない日が多くてなかなか発信関係の作業の時間を取れないのですよね。そうでしたか。またコロナウイルスの勢いも増してきたことですし、ゆっくり休んで免疫をつけてくださいね。さて、今回はアイズさんの実体化計画の続きを見ていきますよ。今回見ていくのは、前回の動画の後からマスターさんが進めていたフェイスパーツのカスタマイズ。具体的にはもともとあるルルチェのアイプリントを消し、そこに市販のアイでカールを貼ることで、ルルチェフェイスを極力アイズさんの顔っぽい感じに変えてしまうという作業になりますね。マスターさんが新しく導入したツール類も軽くご紹介していきますので、力の実体化などを行う方の参考になれば嬉しいです。それでは内容に入っていきましょう。まずやることはこれ、アイプリントの消去作業です。今回使う道具はこちら。ガンダムマーカー消しペンになります。正直なんでアイプリント消すのにガンダムマーカーの消しペン持ってきてるの？と疑問に思う方もいるかもしれません。なのでまずは本当に使えるのかどうかを検証してみましょう。やり方は簡単。消しペンの中身をティッシュなどに染み込ませた後、それを使ってアイプリントをこするだけ。結果はご覧の通り、わずかですがティッシュが剥がれた塗料で汚れていることと、さっきこすった左の眉が薄くなっていることから、実際にアイプリント消しに使えることが分かりました。それではそのまま本格的な作業をやっていきます。まずはティッシュではなく綿棒に消しペンの中身を染み込ませ、これを使っていきます。ここまで来たらあとはひたすらこするだけ。徐々に綿棒が汚れていくのと同時にアイプリントが薄くなっていっているのがよくわかるので、作業の進捗がわかりやすいのがいいですね。そして消し終わった状態がこちら。フレームアームズガールなどことぶき野生キットでよく見るアイプリントなしのカスタム用フェイスみたいな、何も書かれていないフェイスが手に入りましたね。ちなみに今回はマスターさんが頬の化粧を流用するために消さずに残しているようですが、もちろんこれも消せるので実践する際はいろいろ試してみてくださいね。それではメインとなるアイでカール貼りをやっていきましょう。ここで使う道具はこちら。先ほどアイプリントを消した顔パーツと、配給パーツのカスタムアイでカール重視、そしてデカール用接着剤のマークセッターとなります。ここで使うデカールは大きさが3種類、色2種類から選べるものになっていまして、今回は赤い目 100% サイズのデカールを使っていくとのことです。まずは使いたい部分を切り抜いて、ティッシュやキッチンペーパー等に水を染み込ませたものを用意し、そこにさっき切り出したデカールをセット。こうすることで、少しずつデカール台紙に水を染み込ませ、元からある糊を使える状態にしていきます。ちなみに、時間がない場合は直接水たまりにつけて一気に水を染み込ませるのもありかもしれませんが、こうすると大量の水に糊が溶け込んでしまい、デカールの粘着力がなくなる可能性が高いのであまりおすすめはできません。このあたりはマークセッターを使えばカバーできなくはないですが、そこはまた後ほど。ある程度水が染み込んだかな、と思ったらデカールの周りにある余白部分を剥がしていきましょう。こちらは透明のフィルム状になっているので少し見づらいですが、水が染み込んだ状態であればスルッと剥がせるはず。続いてマークセッターをフェイスに塗っていきましょう。まず塗る前に、長いこと使ってなかった、あるいは買ったばかりのマークセッターは、そこに接着剤の成分が沈んでしまっているので攪拌してこれを使えるようにしていきます。攪拌が終わったらデカールを貼りたい部分にマークセッターを垂らして、筆や綿棒などで滑らせるようにしてデカールを台紙からフェイスパーツへ移動させ、貼り付けていきます。この際、曲面になる部分はデカールが硬いためうまく貼ることができていませんが、この飛び出たデカールの裏にマークセッターを追加で塗ることで、デカールを柔らかくして曲面にもフィットさせられるようになります。これに関しては、マークセッターを攪拌する際に接着剤が沈んでいると紹介しましたが、この上澄み液に当たる部分がデカールを柔らかくする効果を持つ液体になっているみたいなのですね。接着するだけじゃなくデカールを貼りやすくすることもできる。なかなか便利なアイテムですね、これ。そしてこれがデカールを貼り終えたフェイスパーツですね。デカールのテカリや段差が目立ちはしますが、マークセッターのおかげで曲面にもしっかり貼れて良い感じですね。さて、今までの僕であれば、
これで完成としていたところなのですが、今回は傷つけいたり剥がれたりしやすく、そうなると見栄えが悪くなる部分になりますので、ついにあの工程に挑戦することにしたのです。それがこちら。おお、これは艶消しのプレミアムトップコートじゃないですか。今までコストや使用後の処分等の理由で敬遠していましたが、今回ばかりは本気の本気で挑む制作ですので、ここも妥協すべきではないと思い挑戦することにしました。そして申し訳ないのですが、室内にエアブラシやトップコートを吹ける環境がなく、屋外で作業を行ったため、作業中の動画を残すことができませんでした。あらら、それは残念です。それならそこは飛ばして、一気に完成品を見ていきましょう。おお、また少しテカリと段差があるのはわかりますが、光をほぼ反射しないし段差が目立たなくなってます。吹いてみてびっくり。これが艶消しトップコートの力というわけですね。今回は初めてでしたが成功したと見て良さそうですし、吹き方も記憶できましたし、やってみて良かったです。ちなみにデフォルトのルルチェフェイスと並べるとこんな感じになります。なるほど、明らかにテカリが抑えられて質感がぐんと上がってるのがわかりますね。場合によってはサーティミニッツミッションなどの制作に使うのもいいかもしれませんね。これは今回の作業は以上となります。今回だけでも新しく導入した道具や技法がたくさんありましたね。なんだかんだで作品のクオリティも上がるし、その分プラも制作の技術もぐんぐん上がってるみたいですし、たまにはこうやって大きな挑戦をしてみるのも良いのかもしれませんね。次の報告まではまたちょっと時間が空きそうですが、よかったらまた見に来てくださいね。それでは皆さん、良いプラモライフを。